飯能市はさまざまな施策を通して消滅可能性都市から発展可能性都市へ向けて取り組んでいます。今回は飯能市空き家バンクについて紹介します。それでは早速飯能市建設部まちづくり推進課計画担当の金子信香さんにお話を伺いたいと思います。金子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、飯能市の空き家状況を教えていただけますか。はい、平成25年の住宅統計調査の結果によりますと、飯能市内の空き家総数が3760戸あります。5年前の調査と比較すると約800戸増加している状況です。800戸。はい、飯能市は面積も広いですが、市街地と山間地域とでの、状況も違いがあると思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、空き家の増加は人口減少が著しい山間地域に限ったことではなく、市内全域で増加していると思います。正確にはこれから実態調査を行っていきます。このまま空き家が増加しますと、空き家の管理が不十分になり、防災面や防犯面で地域の方に不安を抱かせることにもつながりかねないので、総合的な対策が考えていく必要があります。空き家増加による市民生活への影響というのはいかがでしょうか。傷んだ空き家は景観を損なうだけではなく、何らかのきっかけで倒壊する恐れがあり、防災上問題であると言えます。例えば地震によって倒壊し、ライフラインとしての道路を塞いでしまった場合には、周辺住民の避難や救出の障害になることも考えられます。また不審者が侵入するなど、防犯上も問題が考えられます。さらに庭の管理が不十分な場合は、草木が隣の敷地へ伸びて迷惑をかけることがあるほか、害虫の温床となった場合、衛生上の問題も考えられます。そこで飯能市空き家バンクというのを始められたと聞いてきたんですけれども、どういった仕組みのものなんでしょうか。はい、飯能市空き家バンクは市内にある空き家を有効活用し、定住の促進や地域の活性化を目的に今年の3月1日からスタートしました。流れをご説明します。まず空き家の所有者から申し込みを受け付けます。続いて飯能市空き家バンク事務局で書類審査を行います。空き家の所有者と飯能市が仲介を依頼し承諾した宅地建物取引業者、いわゆる不動産業者ですね、と飯能市で現地確認を行います。そして審査が通りますと物件が登録になり、飯能市は登録された物件をホームページで随時追加します。飯能市は空き家の賃貸や購入を希望される方に情報を提供し、マッチングを行います。また空き家の賃貸や購入を希望される方の申し込みも受け付けています。その希望を飯能市独自の取り組みとして飯能市のホームページに掲載していきます。空き家バンクへの登録を希望されている空き家所有者の方が、空き家を探している方のニーズを情報提供によって確認することができるといったメリットがあります。また埼玉県宅地建物取引業協会再生支部との関係というのはいかがなものなんでしょうか。はい、円滑で安心な取引を行うために専門家である不動産業者に仲介をお願いしています。飯能市と協定を結んだ市内の不動産業者が15社あります。空き家の所有者に現地確認から空き家バンク登録後の契約までの担当業者をこの15社の中から選んでいただきます。今回埼玉県宅地建物取引業協会再生支部様のご厚意で、空き家物件を借りたり購入したりする方の手数料を無料としていただきました。これは賃貸や購入を希望される方にとって大きなメリットとなります。そうですよね。現在の登録状況はいかがでしょうか。現在空き家所有者から約30件を超える申し込みがあります。所有者の方と不動産業者と、そして市で現地確認を行い、現在審査を進めています。また
空き家の賃貸や購入を希望される方の情報はホームページで現在約20件掲載があり、随時追加していきます。はい、そこで空き家バンクはどうしたら利用できるんでしょうか。はい、まず賃貸や購入を希望される方もですね、それぞれ専用の申し込み書を提出していただき、飯能市空き家バンクの登録手続きを行います。申し込み書は窓口で配布しているほか、郵送やホームページでダウンロードすることも可能です。その他、空き家バンクの導入で見込まれるメリットとはどんなものがありますか。はい、空き家バンクでは移住定住を目的としているだけではなく、登録された物件をオフィス付きの住宅として、ご利用いただくこともできます。市内全域に光ファイバー網が整備されており、山間地域の空き家をオフィス付きの住宅としてご利用いただくことも提案します。これにより定住人口の増加だけでなく、山間地域振興にもつながります。そうですよね。最後にお問い合わせ先はどちらになりますか。はい、空き家バンクに関するお問い合わせは飯能市役所本庁舎2階まちづくり推進課内にあります空き家バンク事務局までお願いします。電話番号は 042-973-2268 です。またご近所の空き家に関するお困りごとなどの総合的な相談も受け付けています。どうぞよろしくお願いいたします。計画担当の金子さんにお話を伺いました。金子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した空き家バンク制度と、以前ご紹介したローのある暮らし飯能住まいの制度、こちらの制度を利用して飯能信用金庫さんから住宅ローンを借りると金利が優遇されるということです。ぜひこちらの方も利用なさってみてはいかがでしょうか。空き家を貸したい人、そしてそれを利用したい人、そしてその間に飯能市が入る空き家バンク制度、地域の活性化につながっていくといいですね。